多分ね、香川照之さんは道の宅とかで全部で気になったってガーシーは言ってましたけど、うん、それで銀座の香川さんがそういう話になって、あ、やっぱりこれあれなんだと思って、いや、夜の飲み方とかがもう後から出てくる情報がやばすぎて、香川照之さんも出ちゃいましたね。僕は香川さんと飲みの席で会ったことはないんですけど。ないですか？ないですね。それ珍しいですね。銀座のクラブ行かないですもん、僕だって。でも彼はもともとこっちがってか六本木とかいわゆる港区で、うん、道麻布とかで全部出禁になったってガーシーは言ってましたけど、うん、だってそれで銀座のブラ取ったら出禁になるでしょう。もうあれは最初僕も大したことないなと思ったんですけど、うん、もう後から出てくる情報がやばすぎて、うん、全部 CM なくなりましたもんね。いや CM はちょっと無理でしょ、トヨタの CM は無理でしょ。ついにだから NHK の番組も全部なくなったんですよね。あのカマキリの、 あの昆虫ですよね。いやでもね、僕思いましてあの僕のほら、僕と村上ファンドを、はい、あのモデルにしてる新しい王様ってドラマが TBS でやってたドラマがあって、はい、僕の役を藤原竜也くんがやって、で村上ファンドの役を香川照之さんがやってるんですけど、はい、もう香川さんの口説き方とか、はい、そのヒロインの女の子をレイプしようとするシーンとか、はい、めちゃくちゃうまいんですよ。見たのかっていう感じなんですか。もうなんか見たのかみたいな感じですごいうまいんですよ。でも村上さんより村上さんっぽかったし、なるほど、うん、すごいな。本人よりも本人っぽくできるわけがない。本人よりも、いやだから多分ね、香川照之さんはもう新しい王様って今パラビとか、うん、パラビだから、あのアマプラかなかなんかで見れるんで、ぜひ見てほしいんですけども、香川照之さんのそうメモしといて、新しい王様 ね新しい王様は、はい、セカンドシーズンまでありますけど、すっごい面白いんで。そうなんだ。僕は堀江さんのやつを、はい、もうね、夜の飲み方とかが、うん、なんかリアルか、もうだから香川さんがそういう話になって、あ、やっぱりこれあれなんだと思って、リアルなんだと思って、あのちゃんとなんかそういう感じにしてるっていう。いやまあ役者としたらすごい能力ですからね、はい、いやでもほらいろんなドラマあるじゃないですか、はい、だけどそのなんか飲み屋で女を口説くとか、はい、女をレイプするとかそういう役ってあんま香川さんないじゃないですか、はいはい、ですよね、はい、なんか、はい、まあ、割ともっとなんか真面目な役というか、まあ、真面目とか、まあでもまあ半沢直樹の役のイメージがすごい強いですけどね、うん、はい、だからそういう役はあるんだけど、そういう女を口説くとか女をレイプするみたいな役をやってるのは多分僕は知る限りあの新しい王様だけなんで、はい、なるほど、そのまま地で行ったんやな、うん、あれはね、でも地で行ったんだなと思って